市田忠義君、えー、今日はあの水俣特措法の申請の打ち切りが5日後に迫ったもとで改めて、えー、水俣病救済問題についてお聞きをいたします、あのー、今の特措法に基づいて、うん、救済の申請受付が始まったのは2010年5月からでしたが、えー、今年の6月末現在での申請件数が合計5万7千 人になりましたでまた毎月の申請状況を見ますと、今年の1月が524人、2月が1351人、3月が1551人、4月が1156人、5月は1474人、6月が1897人ですから、ほぼ月ごとに増えていると。まあこういう状況を 大臣としてはどう受け止めておられるかということが1点と、大臣、確かあの今年の2月の3日に記者会見されてです、ね、でもともとは3月末までの締め切りだったのを、まあ、7月末に延ばすという政治決断をされました。でこの決断によって救済対象者が およそ7000人余り増えたわけですけれども、まあ、今の時点に立って大臣が行ったこの政治決断が、どんな意味を持ったかと、併せてお答えいただけますか。その環境大臣、えー、まずあの、特措法に基づく申請をされる方の数が、えー、増えているということ自体は、ですね特措法の趣旨である、あたう限りの救済を実現をするで、えで、私はあの非常に前向きな、 数字という,ふうに受け止めております、あのー、地元である熊本県、鹿児島県、そして新潟県の皆さんにも広報にご協力をいただきましたし、地元で活動されているさまざまな団体の皆さんもです、ね、あの掘り起こし活動をされています、そして我々もあも広報を全力でやらせていただ,きい,ただいております、まあ、そういったあの多くの皆さんのご努力の,あの結果であるというふうに受け止めております。 2月の頭にです、ね、7月末までという半年にいたしましたのは、あのまあ、いろんな考え方があったんですが、やはりあの広報の期間にしっかりと一定の,です、ね、やはりあの長さを設けるべきだろうというふうに考えました、でそのことを考えると、半年という期間はやはり何、えー、とか維持をしたいということで、7月末といたしました、で逆にその先まで延ばせるかということに関しましては、 申請に、ですね場合によっては再申請ということになると1年かかりますから、えー、それをどんなに短縮しても、ですねやはり、えー、4月末までということを考えると、7月あたりがぎりぎりではないかということで、えー、設定をさせていただいたということであります。あの厳しいご意見があるのは承知をしておりますが、えー、広報をしっかりやって、最大限の努力をして、な、ま、ん、あ、とかですね、与うかぎりの救済を実現したいと考えております市田忠義君。 もう先月の6月24日に水俣病の被害者団体と民間の医師団が、えー、知らぬ医沿岸地域住民健康調査、いわゆる大検診を行われました、で7月18日にその集計結果が報告されたんですが、まあ、それが何を示しているのか、えー、考えてみたいと思います、あのー、この大検診は実は、熊本県水俣市と天草市。 鹿児島県泉市の6会場で実施されました。で民間の集団検診では、過去最多の1396人が受診をされた。年齢は32歳から94歳までですが、1396人受診された人のうち、1213人、87%の人に水俣病の症状が見られました。で救済対象地域内の受診者、 773人のうち665人86%、が対象地域外の573人のうち504人88%、が対象年齢外、いわゆる1969年12月以降の出生者、41人のうち35人85%、すべ、まあ、て8割以上に水俣病の症状が見られました。 お配りした資料1をご覧いただきたいんですけれども、これは大検診の結果をグラフに表したものであります。で、この図からわかりますように、救済法の対象地域から外れている天草や山間部などの地域の住民に、水俣病特有の死死末消有意の、いわゆる感覚障害の通覚障害や触覚障害が顕著に見られました。また、対象地域外の住民の症状が、 これも図から分かりますように、対象地域内の水俣市などの住民とほとんど同じ症状を示している要するに、オロセングワフが重なっています、完全に。この検診結果をご覧になって、大臣、どう受け止めておられますか細野大臣。あの私もあのこの,あの調査結果、報道は非常に気になりましたものですから。はい どういうあのデータなのかというのをです、ね、事務方にあのできるだけデータをです、ね、入手をして、えー、調べさせておりまして私もあの説明を聞いております、あのー、もちろんこういうデータが出ているということ自体はもう少しです、ね、しっかり分析する必要があるという,ふうに思っておるんですが1、まあ、つだけちょっとあの指摘をさせていただくとです、ね、あのお示しをいただいたコントロールの、まあ、つまり対象地域外のこのデータなんですが このデータが本当にベースとして適切なデータなのかということについては若干です、ね、いろんな意見があります。と言いますのは、例えばあの疾患を持っておられる方を除いていたりです、ね、あのまあ、そういうところがありまして、まあ、言うなら健康な人がこういうデータになっていると、でこのデータはです、ね、一,般の一般の国民と比較をすると非常にあの、えー、それぞれの,あの数値が低いんですね。つまりものすごく健康な方が コントロールになっていてい一般の方だともう少しそれぞれの、まあ、いろんな、えー、部分で、えーまあ、いろんな,こうなんていうの症状が当てはまるケースがあるということでありますしたがってそこはコントロールとこの地域の方々との帰りがあることをもって、えー、すぐにです、ねえー、じゃそれは水俣病の症状が出ているというふうには、まあ、これはなかなか一概には判断できないところがあるのではないかというふうに考えております 市田忠義君なんかね、調査手法に問題があるかのような言い方をされましたがね、このデータは、加害誘導である窒素や、国が一度もミナベタ病の被害の全容調査やらなかったんですよ、やむにやまれず、患者会や民間の医療機関が無償で、手弁当で立ち上がってやった検診なんです、この二十四日の大検診の実行委員長は誰かと、藤野忠、有名なこの 道の権威者です。40年以上にわたって患者を診察してきた権威ある人です。その調査手法を、ね、国が調査もやらずに問題あるかの言,う言い方はね、私は論外だということを指摘しておきたいと。同様の資料1の図を見ていただきたい。特措法の救済対象年齢は1969年11月末までに生まれた人になっています。しかし、それ以降に生まれた対象外の若年層、若い人。 1969年12月以降まで、すなわち昭和44年12月以降生まれの人の中にも、対象年齢内の受診者の症状と、ほとんど同じ状況が認められるということを、この図は示しています。この結果は大臣、どう受け止められますか細野大臣。えー すみません、ちょっと事前にそれはご通告いただけてなかったのであの承知をしておりませんがですから、このデータがあのそのコントロールとの比較においてあの、まあ、確かにいろいろ本当にご検討いただいてです、ね、調べられたというふうふに思いますので何かそれにクレームつけているようなことはくもうできるだけ申し上げたくないんですけれども、ただ、そこは、えー、症状ということになるとです、ね、あのそれこそどういうサンプルを取るのかということによって随分、結果が変わってくる面があるので。 そのこことととをを指摘をさせていいいたただうことでありますそしてそれは、えー、この、えー、44年12月以降という方々についても、まあ、同様のことが言えるのではないかというふうふに考えております市田忠義君まあ言いたくないと言いながらおっしゃったわけですけれども、細野大臣らしくないということを言っておきたいと、でこの結果はね1人や2人が偶然対象地域外から見つかったというものではないんです。 数百人単位で対象地域外からも水俣病の症状が認められる人たちが見つかったとい、まあ、わば白波以外沿岸全体が汚染されていると見るのが私は自然だと思うんですで汚染はどこまで広がっているかわからない大体いい水俣病被害を地域や出生年で線引きして決めるというのはあまりにも無理があると大臣そう思いませんかこれねほとんど政府の方針を 正面から批判しないような大きな巨大死の社説までね、生まれた都市と地域で選別するというのは、ちょっと無理があるとひどいじゃないかという指摘しているのは、これ正面から私、受け止めるべきだと思うんですよね、いかがですか細野大臣。あのまずですね、この住んでいた場所というものに、えー、特定をせずにですね、 特措法は申請できる仕組みになってます、まあ、ただ、一大臣、再三ご指摘をされているとおり、えー、地域内の場合には、ですねあのいろんな、えー、条件がありますので、それを出していただかなければならないという意味で、ハードルが高くなっているのは、まあ、私もよくそれは承知をしております。じゃあ、どこで、じゃあ、地域なり年齢を区切るかということに関してです、ね、でわれわれは政府で勝手にやるべきではないというふうに考えたわけです。そこでで材料としておりますすのがですね ノー,マー水俣訴訟において、裁判所がです、ね、平成22年3月に所見として示した地域、これをですね、えー、基本的な考え方として、関係団体との協議を踏まえて、ですね救済措置の方針を定めているということであります、そしてそれに加えてあの、いろんな協議の中であの、少しエリアも広げた中でですね、 救済対象としているということでありますから、勝手に政府が決めたわけではなくて、裁判所のまさに所見を踏まえて、えー、地域を、あのー、指定しているということをぜひご理解をいただきたいというふうに思います市田忠義君。まあ、質問書ようとなったことを先に答えられたんですけれども、対象地域以外も条件が整えば受けられるんだということをおっしゃいました、で私はこれ、あの線引きがね、和解案を尊重して作られたも題だって言うということで、百も承知なんです。 最近の調査結果はやっぱり地域や出生年による線引きが事実上破綻していることを示しているじゃないかと対象地域のうち塗装と外対象年齢のうち塗装では申請手続きには大きな違いがあるんです、以前にも言いました対象地域外だとね40年、50年前に有機水銀を含んだ魚を多食したという証明書がなかったらだめなんですよ、どこの世界に、ね、魚屋さんが領収書を出すかと。 40年、50年、魚屋の領収書を持ってないとね、対象地域外だと申請は不許可になるんですよ。これ、池澤夏さんという有名な作家がね、朝日で魚屋の領収書は不条理だと。対象地域外に似たものは、汚染されていた魚をたくさん食べていたことを自分で立証しなければならない。誰が魚屋で魚を買って領収書をもらい、50年先までそれを取っておくだろうかと。これは、至極当然な意見だと思うんですね。 大臣もう一度聞きますがね、こういう基準は対象地域内外でも、いくらでも申請できる、条件が整えば外でも OK なんだと言うけれども、やっぱりハードル高すぎると、そう思いませんか、率直にいかがです細野大臣。あの裁判所の所の見にに、ねまあ、対象地域についても えー、示されているところがあるんですがあの対象地域に、えー、相当するですね、えー、いや最小地域に住んでいない方でもいくつかの,あのこういう理由があればそれにはあの相当な理由があるということで例示をされておりますそれが、えー、例えば、えー、ほとんどの月のうちほとんどの日数について対象地域に、えー、通勤通学をしていたであるとか これはあの証明をできる可能性のあることだと思うんですね、むしろおそらくきちっと調べれば証明していただけるだろうと思います、でまた月のうち魚介類をほとんど、えー、入手をしていたということが分かる人、まあ、これはあの例えば、えーえー、ですから、そのハー,ドルハードルというか、この条件も、ですねこれもまあ言うならば裁判の所見をもとに作っておるということであります。 ですからあのいろいろと、えー、さまざまなご見解が示されているのは、象徴しておりますけれども、やはりそれをあのベースにして、ですねできる限り、与う限りの救済を実現をしていくというのが政府の立場であります市田忠義君。与う限りが泣くと思うんですよねで、私、ハードル高すぎると思わないかと、もう一つ、出生年でね、こう言ってる問題でいうとね、1969年12月以降に生まれた人は、いくら水俣病の症状があっても、 母親の毛髪やへそのを、これを自分で用意して提出しなければならないんですよ。そんなことできる人はどこにいるかと。私は改めてこういう地域性出生年による線引き区別をやめるよう求めておきたいと。当たる限りの救済どころか切り捨てそのものだとで。もう一つね、この6.24の大検診の調査結果には重要なことが示されています。資料2をご覧ください。この大健診では、 受診のきっかけについて聞いているんです。政府は7月まで最大限の広報などで周知徹底を図るとも繰り返しこの間言い続けてこられました。しかし圧倒的にね、広報の情報や行政の情報、これ広報の情報って23名、行政の情報は14名です。周囲の進み801名、圧倒的に多いんですで。資料3見ていただきたい。申請歴のなかった方にその理由を聞いたものです。主な理由として、 周囲の目が気になったなどの偏見、差別関連、これ517名です。知らなかったなどの情報の欠如不足が377名。これ一番多いんですけれども、これはね、やっぱり一般的な広報や宣伝などでは、なかなか潜在被害者、掘り起こすことはできないということを私、示してると思うんです。先ほども言ったけれども、うん、患者会や民間の医師団などが、自治会続いて確弧に検診案内所を配布して、 こういう症状がある人は遠慮なく、この検診を受けてくださいと、まあ、いわば山間部まで足運んでですね、私もあの熊本の芦北町の黒岩という,う標高五百メートルの山への集落にも行きました、そういうところまで民間の方々足運んで、文字通り関係者の血を這うような取り組みがあって、こういう,うようやく差別、偏見を乗り越えて、 申請した結果、こういう申請数に現時点でもなっていると思うんですが、大臣、そ,その辺の努力についてどう思われますんもちろん政府のね広報、周知、徹底が意味なかったなんて言いません、それはそれでやられたんでしょう、それだけではなかなか手を挙げないという現実がねあるということは、やっぱりいまだにね、皆直すと分かれば、結婚や就職もそういう弊害が出るんじゃないかと思って、なかなか手を挙げることは困難な人がね、必死の思いで、 い、まあ、わば、えー、やむにやまれるの思いでね、ようやく手を挙げ始めたら、それが四月末で切れるということについて、ものすごいやっぱり、これ、イデオロギーの問題じゃないと思うんですその思いに応えられない政治だっていいんだろうかと、いかがですか細野大臣あの。この結果については、もう一度しっかり分析をしたいというふうに思います。私どももですね 申請をした方の,あの調査というのは行っておりまして、あのー、どのような方法で、えー、この申請をあの方法をお知りになりましたかという、そういうあの結果についてはです、ね、大体半分ぐらいの方が行政が行う候補により知ったというご回答をいただいています、まあ、ただ、ここで出ている結果というのは、まあ、行政やです、ね、いろんな自治体の候補によって、情報としては知っていたけれども、まあ、いろいろご事情があって、 まあ、偏見などもあるんでしょう、それも含めて、なかなか申請には至らなかったところを、えー、こうした皆さんが活動されることで、えー、手を挙げられに至った方がいらっしゃるということをあの示しているんだろうというふうに思います、そういった意味では、改めて、あのこうした活動についての,です、ね、あの意味合いというのは非常に大きいものがありますので、えー、もう心より敬意を表したいと、そんな思いで、この資料を拝見をいたしました。 あのこの特措法の期限をもってです、ね、私は水俣病が終わったとは思っておりません、あの何度か水俣に足を運ばせていただいて、胎治性の患者の方であるとか、認定患者の方が本当にあの大変な日々を送っておられる、そして、あのもう本当に年齢でいえば私よりも、えー、もうそれほど変わらない年齢の方がです、ね、生活をされているところにもです、ねあの、私も足を運ばせていただきました。 ですから特措法という、この、与うかぎの救済という、この部分についての、えー、まさにあの期限という意味ではあの、7月末ということで、一つの,あの区切りをつけさせていただきましたけれども、この区切りはあの水俣病が終わるという区切りでは全くないと、むしろ私は、えー、認定患者の方であるとか、体制患者の皆さんのこれからの、ですねそれこそ生活をしっかりと国として全力でサポートしていく。 それも含めてトータルに地域の福祉をよくする中で、水、え、俣、ー、病問題のです、ね、本当の解決に向って、えー、努力をしていきたいというふうに考えております市田忠義君あの。言葉で水俣病は終わらないと、7月31日の申請期限が過ぎたからね、あるいはこのほの期限、来年の3月末ですけれども、ど言とではおっしゃるけど、事実はやっぱり切り捨てなんですよ。あのー 熊本でも鹿児島でも新潟でもです、ねえー、特措法に基づく申請者はもう月々こう増え続けて、えー、先ほど私、紹介した6.24の大液検診の結果から明らかなように被害は対象地域や対象年齢の外まで広がっていると先日実は水俣病知らぬ医患者会から新潟の水俣の阿賀の患者会の方々陽性に来られてお会いしました。 こうおっっししゃってました締め切り発表後も検診を受ける人は増え続けている締め切って水俣病は終わらない症状があっても実際に申請をため合っている人がいる今手を挙げられない人のためには窓口を開けておいてほしい私、この言葉は耳から離れないんですで申請者は増え続けていまだに名乗りを上げられない潜在被害者が数万存在するんじゃないかと言われています。 で最後のこれ救済措置ですよ終わった、終わるわけじゃないとおっしゃったけども、も最後の救済措置である特措法の申請受付を、7月末で打ち切るというのはね、どんな理屈を述べようと、私は潜在被害者を切り捨てることになると、公権法の基準が高すぎて、えー、政治解決があったけども、それでもたくさんの取り残された人がいて、最後の救済策としてこの特措法ができたと。で当たりの救済と言いながらね もう期限が来たらそれで打ち切るんだと、もともと3年をめだにと書いてあるのは、これは法律の専門家の見解によれば、可能な限りやるために、めっというのは事実上、この執権、権利を失うという期間ではないんだということまで日弁連なんかは意見書を出していますけれども、私はあの先ほども言ったけどね、これはあのイデオロギーの問題じゃなくて、あるいは政治的立場の違いじゃなくて、人道的立場から考えてもね、 今、7月までの申請期限打ち切ると、7月で打ち切ると、やっぱこの考え方をの撤回して、2月には細野大臣、政治決断、一度はされたんですよ、7月末に延ばしたっていうのは、不十分ですよ、しかし、あの政治決断がやっぱり7000人の新しい潜在被害者が申請することに、その導入口になったわけですから、さらに満単位の救済対象を広げるためにも、 大臣が改めて政治決断をするべきではないかということをもう一度問いたいと思います細野大臣、えー、あの大変なあの努力をですねあの多くの皆さんが、えー、源俣病問題についてしてこられてまして、あのー、国の努力がですね、まあ、十分ではなかったところが歴史上も本当にたくさんあった、えー、むしろあのそれに対応できないことがですねここまで 病問題をですねあのそれこそ解決に至らない状況で継続をしてきたとそういうふうに思っておりますそういった意味では特措法の申請期限を設定をしていること自体もあの非常に重い判断をしているということは私もあのよくあの承知をしております、えー、どこかで、えー、特別措置法のこの枠組みでやる以上はですね期限を設定をしなければなりませんそしてその唯一の手がかりはやはりあの3年 この、えー、めどに確定をするあのこの7月末だと3年では確定しきれませんがそれはめどで私いいと思ってますですからそこしかやはり、えー、基づいてやるところはないということであります、あのー、最後に申し上げたいことはですね水俣病は終わらないというのを言葉だけには、えー、絶対に、えー、したくないということであります、あのー、先ほど耐性患者や、えー、認定患者の皆さんの話をいたしましたが 地域の健康管理事業をどのように充実することができるのか、健診事業をどのように提供できるのか、残念ながら、この特措法という枠組みの中でも、救済できなかった、えーまあ、それこそ認定されなかった方というのは出てきてますから、そういう方々も含めて、ですね何らかの地域全体でそうした方々の日々の生活を支えていくような形が取れないか、それを考えていくことで、ですね役割を果たしたいと考えております。 市田忠義君あのこれはね、私が言ってるだけじゃなくて、熊本の天草市長とかね、新潟の泉田知事、これは我が方から言えば対抗馬を立てた知事ですよ、決してあの共産党系の知事さんでも何でもない、その泉田知事や、新潟市長の篠田さんも、申請打ち切りに懸念表明して撤回再考してほしいと、新潟県は30市町村あるうち、17市町村、57%が、 新世紀延長等を求める陳情を採択されています。先ほど、あの巨大新聞では珍しいと言いましたが。朝日新聞社説でマックを引いてはいけないと。毎日新聞も社説で。潜在患者切り捨てなと。本当に全国紙が。政府の方針にこれだけ明確に異論を唱えるというのは珍しい。日弁連も意見書を出している。私、ま、一つだけ聞きたい。被害者には何の責任もない。これ窒素と。国と。 熊本県昭和電工ですよね責任は何の責任もない人々に政治が手を差し伸べなくていいんだろうかと、そ血も涙もない政治と言われても仕方がない、私、大臣はね、7月末に打ち切ったとしても、こ特捜の期限が進んでも水俣病は終わらないとおっしゃったけど、じゃあ、8月以降に手を挙げた人、それはどうすするんですか細野大臣。 特措法としてはです、ね、申請期限を7月,と末と7月末としておりますので、まあ、あと本当に数日ということです書類を揃えて申請ということではなくてです、ね、迷っておられる方がいたら申請さえしていただければ書類は後で揃えていただける形になっておりますですからあと本当に数日でありますけれどもできる限り多くの皆さんに申請をしていただきたいというふうに思っておりますそそしててのの後のことについては 先ほど申し上げたような、えー、健康管理事業であるとか、健診事業などで、ですね、残念ながらあの該当しなかった方も含めて、ですね、えー、どういった対応ができるのかというのをあの検討していきたいというふうに思っております。市田忠義君、えー、時間きたんで終わります。